とうとう、横浜アリーナになってしまいましたけど、私も、あと残り少ない試合になって、最後の大場所となったんですけど、最後になって、同期対決縦の選手とやるんですけども、大場所っていうだけで本当に緊張するんですけど、最後の本当にチャンスっていうか、もう今まで覚えてきたこと、教えられたことをね、全てお客さんに見届けてもらえるように一生懸命頑張りたいと思います。その後またセミファイナルでバトルルーエン出るんですけど、バトルはもう個人プレーなんでね、もうノリオのことももう気にしてられなく一生懸命頑張りますので、ご期待ください。今日は樹とシングルなんですけど、多分これが樹と戦えるのは最後だと思うので、自分が持ってる力以上の力を出して、頑張りたいと思います。どうぞ応援してください。獄門島のブルナカナダ、今日は久々のシングル対決、小倉由美を今日こそ血だるまにしてやる。それからもう一つ、スーパーバトルロイヤル1万ドルの商品は必ず俺様のもんだ。今日は5月も1回横浜アリーナなんですけれども、今日はチコさんの引退試合で、やっぱり自分でも一生の思い出になる試合だと思いますので、一生懸命頑張りたいと思ってます。チコさんとは今日当たりませんけれども、今まで いろいろお世話になった先輩なので、笑ってさよならしたいと思います。そして自分の試合の方ですけど、ブルトなんで同期でライバルだから一生懸命頑張って負けないように頑張りたいと思います。アリーナでは世界初の試みが行われようとしております。20分の一本勝負でありますが、今日作られました2面のリング両方とも使います。同時シングルマッチです。まずは A リングに舘野紀生、そして山崎樹の JB エンジェルスが上がってまいりました。これはシングルマッチ、山崎樹対舘野紀生、この試合が A リングで行われます。横浜アリーナにあまり聞きたくはない音楽が流れ始めまして、こちらの方は小倉由美でありますが、もちろんそれは小倉由美のテーマソングではありません。これから B リングではこの小倉由美とご覧のブル中野の一戦であります。放送席の皆さん、どうぞお気をつけください。ゆっくりゆっくりと今リングサイドにやってまいりました。ブル中野、今日は髪を逆立てました。ブルーに染めている。そして今ゆっくりと B リングに上がっていきます。 B リングは小倉由美対ブル中野同期対決。タイムリー同時シングルマッチ20分一本勝負を行います。赤コーナー150担当山崎樹。まずは A リング山崎樹がコールされました。赤コーナー150担当舘野紀生、そして舘野紀生、このシングル対決は非常に楽しみです。こちらのレフリーはボブ矢沢。さあ、そして今宇治エリングアナウンサーが B リングに移動しました。さあ、そして今度は B リングの選手紹介。タイムリー同時シングルマッチ20分一本勝負を行います。赤コーナー140担当小倉由美。まずは小倉由美です。赤コーナー180担当ブルー中野。今日はすんなり上がってくれましたブル中野。こちらのレフリーはダーツゲン。ということで、この20分一本勝負、山崎樹、舘野紀生、この対決と小倉由美、ブル中野、この対決がなんと一緒に行われるという、
安倍さん、はい、こういったことはちょっと世界でも例がないですよね。そうですね、あんまり記憶にないですね、男子の世界でもありませんよね。そうですね。さあ一体どっちから始めていいかと思いますが、じゃあまず B リンからいきましょう。ブル中野と小倉由美、いきなりこれは何ですか、ゴミ箱ですかね。さあそしてこちらは JB エンゼルスでありますが、 JB エンゼルスも場外に出ました。季節して両リングとも場外へ。ブル中野と、そしてあっとこっちでは飛んだ、ああトペをやりましたね山崎樹。さあリング上では現在 JB エンジェルスですが、リング外でブル中野対小倉由美。さあちょっとリング上は倒れ、両者とも倒れておりますんで、リング外に目を転じましょう。ああ今もう小倉由美が完全にこれはグロッキー状態、やられてしまいました。ああこれは相当頭をやられたようでありますが、さあそしてそして今度はバケツ、バケツです、今度はバケツです。うわ、いや今日は横浜アリーナということでね、獄門同盟も気合が入ってましたよ試合前。さあ今日はちょっと同期の小倉由美がえらい目になっておりますが、その向こう側に見えますのが今同時に行われております山崎立野のシングル対決。ちょっとこっちの方を見てみましょう。こちらの方は阿部さん楽しみな対決ですよね。そうですね、同期で今までも戦績もちょうど互角なんですね。あーちょうど互角ですか、はい、やっぱり2勝2敗1分けという感じですね。あーそうでしょうね、どちらの1勝2敗ですか。はい、どちらの1勝2敗ですか。いやいや2勝2敗です。あ2勝2敗、はい、あーそうですか、じゃあ全く互角、はい、じゃあこの試合で決まるということですね。そうですね本当に A リングと B リング一体どっちを見ようかと思いますが、やっぱり今この JB ちょっと見たいですね、ジャガーさんね。そうですね、やっぱ見応えはあるでしょうね、はい、こっちもね。おい、めちゃく、おれ、おい、さあ A リングの方に目を飛んじましょう。あと B リングの方では今度は場外なんと鉄柱です。いやいや、ニュートラルポスト鉄柱に頭を打ちつけました。これは相当効いてます、これは相当効いてる。どうでしょうか、怪我がなければいいですが、もうブル中野がし放題やっています A リング。ちょっと B リングの山崎立野にこっち来てもらって助けてもらいたいというような、そんな感じがしないでもないですが、こちらの方もシビアなシングル対決が続いています。縦の山崎、阿部さんのお話ですと2勝2敗1つの引き分けという全くの五分というこれまでの星勘定でありますが、さあゆっくりと青コーナーポストに上がりました。さあそして、あー横浜アリーナにアピール、やっぱり映えますね、こういう会場でこの人たちの技というのは。そうですね、もう派手めな技が多いですからね、はい、私たちのはね。さあようやく、ようやく小倉由美、ようやく小倉由美の反撃が始まった。さあ頑張れ小倉由美、ロープに振ります。そしておっとこれはなかった、これはなかった。さあローリングクラッチホールに行けない、行けない、行けない。いやしかし今日はレフリー向こうの方はダーツゲンですから、おそらくまともなレフリングはやってこないでしょう。さあうまくいった、逆さ押さえ込み、逆さ押さえ込みだ。阿部さん、はい、
A リングと B リングの試合内容が全然違いますね、これ。そうですね、交代賞ですね、片やラフサッポ、片やの技の掛け合いですね、でもどっちを見ていいかよくわからないですね。ジャガーさんは大体どっち見てます、今 A リングと B リング。そうですね、大体 A ですね。そうですね、5分経過。JB 対決でありますが、なんか頭がごちゃごちゃになってまいりましたけど、さあ膝が飛ぶ、縦のノリをもう一回膝、ちょっと小倉の方も相当ブロッキー状態ですか、ロープに振って、さあやった、膝が飛び出した。さあここから小倉ペースに持っていけるか、おっとこれはスモールパッケージホールドというなかなか器用な技を見せました、ブルナカノ。さあそしておっと、これは逆に、さあこれは今 A リングをカメラを捉えていますが、こちらの方では4の字固め、 A リングでは4の字固めです。そしてこちらの B リングではブルナカノにパイルドライバーです。さあフォールに入りますが、ちょっとフォールからこのカウントを取るタイミングがちょっと遅すぎます。こちらの方ではカウントが遅すぎます。ダーツゲン、さあ山崎、相変わらず遅い、張り手をかましています。さあ飛んだ、山崎が飛びましたが、これは自爆。さあそして今度は縦野がいった。さあその間にこちらを見ましょう。こちらはブルの足。さあそして A リングでは今度は縦野が飛んでいます。果たしてこれをご覧になっている方、どちらでどういうことが行われているか分かっていただけているか。縦の上、ジャガーさん難しいですね、やっぱり。そうですね、派手なことをやってる方見ちゃいますね、やっぱり。さあこちらではブル中野ですね、またね、わあ、みんなこれチャンスだ、大倉のチャンス。安倍さん、やっぱり同期だからね。そうですね、思い切り出てますね。いやこちらもなんか2つで同時進行してるもしかしたら申し訳ございません。じゃあ安倍さんは今 A リングを見てらっしゃいましたか。そうですね、失礼しました。さあバックドロップ、A リング山崎です。カウントが入る、カウントは2つです。このブルと小倉という対戦はいいですね、ジャガーさん。そうですね、やっぱ同期だからね、これぐらいぶつかり合いますね、はい、やっぱりね。
あブル中野の額が切れました。ビーリング、ブル中野の額が切れたのを見るのはちょっと記憶にあまりありませんが、B エーリングの方では縦野が今フラフラしているところであります。場外に落とされました。さあエーリングではギロチンドロップ、カウントが入る、カウントは2つ、しかしあまり力強くはありません。さあそしてしかし渾身の力、ブル中野のキック、そして今度は何をするか。おっとブレーンバスターからそのまま固めた、どっちを見ていいか迷ってしまいましたが、カメラはビーリングであります。さあ今度は小倉由美がダブルアームスープレックス、重いブルを持ち上げました、重いブルを持ち上げた。さあエイリングでは、さあこれは回転エビ固め決まるか、カウント2つ、忙しい忙しい、どちらで決まるか、これ同時に決まったら絶対ダメですが、ああさあどうか、両方ともカウントが入る、カウント2つ、エイリングはカウント2つ、B リングはカウントを取りません。ダースゲン、レフリーの違いが無実に現れています。カウント取らない、さあ、カウント3つ、 A リングではカウント3つ。今ちょっと見てませんでしたが、阿部さん、はい、阿部さんはご覧になってましたか。ですね、山崎足を取って、はい、バックから足を取ろうとしたんですが、はい、それを立野がですねロープに、押しまして、はい、この反動を利用して、捕まえてジャーマンですね。ジャーマン、はい、ああそうですか、鮮やかに決まりました。はい、これで A リングの試合、いやこの A リングの試合はちょっと一試合でじっくりジャガさん見たかったって感じがしますが、そうですね、面白かったですよね。面白かったでしょうね、僕ははっきり見てませんでしたけども。さあ A リングは終了して、この横浜アリーナの観衆の目は全て B リング、ラリアートから、さあカウントが入って、カウントは2つ、小倉由美前線、小倉由美頑張っています。さあしかしブル中野も今日はフラフラ。さあそして、あこれはいかん、バックドロップホールド、ブル中野スペシャルが出た。カウントはどうだ、カウントは3つか、どうなんだ。ダースゲン、まだゴングは鳴っていない、ゴングは鳴っていません、カウントはまだ2つ。あ一瞬今阿部さん入ったように見えましたが、そうですね、カウント2つですねまだね、はい、はい、さあここから雪崩式のブレンバスターの体勢に入った、雪崩式のブレンバスターやりました。小倉由美、さあゴールが取れるか、何をしているんだ。ダースゲン、いやよく塩野さんが無能レフリーというふうに言ってますけれどもなんであそこで、ちょっとこれはひどいなという感じがします。さあそしてベアハグから、おっと、あ今度は早い、これは今度は逆にブル中野、早い、いや今度はちゃんとカウントを入れました。ダーツゲンであります。阿部さん今のは、ノーザンライトスープレックス、ノーザンライトスープレックス、はい、いやしかしまあブル中野のスープレックスの数もしかし阿部さん増えてきましたね。そうですね、最後の方はね連続して出てましたもんね。はい、しかしジャガーさん、はい、ダーツゲンの最初のあのフォールのね、うん、カウントの遅さがなければ、本当半殺しにしたいですよね。そうですか、はい、しかしあの同期ということで、ね、握手をして別れましたブル中野、そして小倉由美、何か爽やかな気持ちがようやく何かこの中に吹き抜けた、そんな感じがいたします。20分一本勝負、同時シングルマッチ、お分かりいただけましたでしょうか。